皆さんこんにちは。病院薬剤師ダマさんです。最初に少し自己紹介をしておこうと思います。私は地方の中核病院に勤務する病院薬剤師です。病院薬剤師としては数少ないブロガー、ユーチューバー Twitter 民でもあります。メインブログは病院薬剤師って素晴らしいです。 病院薬剤師が語る「アンサンクシンデレラ」の舞台裏このコンテンツは月刊コミックゼノンで連載中の「アンサンクシンデレラ」「病院薬剤師青い緑」を10倍楽しむための動画です。レシピ35の今回は「仮面をかぶった児童虐待」「小さなことでも疑え」と題してお送りします。 第38話やるせないのあらすすじです出血の原因が父親が持参するゼリーにあると睨んだスタッフは慎重に状況証拠を積み上げていく緑も抗血栓薬の味を一つずつ確認するそして全てが明らかとなった。 トーマの出血傾向は、アローコとか、父親手作りのゼリーに混入された抗血栓薬が原因でした。緑の申し出がなければ、あのまま見過ごされていたか、著しく発見が遅れ、トーマはタダでは済まなかったかもしれません。いかがですか今回はレアケースかもですが。 薬剤師にもできることありますよね。ね。いつもはおちゃらけている小山先生の指示は的確でした」「児童相談所との情報共有」「おやつ等の全面持ち込み禁止」「検査地のモニタリング」「父親に気づかれないよう対応に注意」 母親からの聞き取り加えてみどりはおやつの味について当マへの聞き取りを提案しますこれに関する看護師の解説も有料級でした特に避けるべきこと疑いを持って聞き取りをすること 子供が話していない情報を使って質問すること誘導尋問的な質問なるほど聞き取りとはいえ本人から自発的に話してもらえる雰囲気づくりの方が大切なんですねそれからこの言葉も「虐待はね命に関わるから」 誤認してしてまうことよりも見過ごすことをなくさなくちゃいけないだから小さいことでも疑うそれでいいの現場にいないと言えないことですねあとせっせと血液サラサラゼリーを作っては味見する緑現場にいないとできないことですね 今回の舞台裏は児童虐待です。作中でも様々な虐待のパターンが紹介されていました。身体的虐待、体への暴力など、性的虐待、性的行為またはそれを見せるなど、心理的虐待、暴言、無視など、 育児放棄、食事を与えない適切な医療を受けさせないなど今回の代理ミュンヒハウゼン症候群はレアケースではあるものの医療者とつながること医療者を出し抜くことが目的化する性質があるため医療者がきちんと介入しなければ 不な結果を招いいてしまいますそして最後に流れたこのナレーション2020年18歳未満の子どもが保護者から虐待を受けたとして児童相談所が対応した件数は19万件を超える18歳未満の推計人口は約1900万人です。 実に100人に1人が虐待を受けている計算となります小さなことでも疑えこれは小児に関わる医療従事者が持つべき共通認識のようです今回はここまでです最後までご視聴いただきありがとうございました次回はいよいよ 学会編。緑がお祭り騒ぎです。病院薬剤師って素晴らしい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。